この動画には以下の要素が含まれております。大丈夫な方のみそのままの状態でお待ちください。あと、部屋は明るくして、画面から3メートルは離れて見上がってください。いえいえ皆さん元気？霊夢だよ。おすすめリサだぜ。早速、この前の続きステージ2から始めるよ。確かこの前はボスを倒して、四国に向かうって感じの内容だったよな。お、ひょっとこがいるよー。四国へようこそ。今日はお祭りです。街中がひょっとこたちで、大賑わいですよ。どうやら今日はお祭りみたいなんだぜ。ひょっとこがいっぱいだよ。ひょっとこ前。人のギャグを当たり前のように使うな。お祭りだからといって踊り狂いすぎでしょこいつら。街の中の雰囲気がお祭り感全くないんだぜ。もうちょっと飾り付けとかあってもいい気がするよねー。お、酔っ払いがいるよ。あ、こいつを酒投げやがった。お前、酒は大事にしろよ。酒というのはとても貴重なもんなんだ。生産者の気持ちも考えて行動しなさい。酒にどんだけ思い入れがあるんだお前は。まったくここは飲んだくれが多すぎる。今年の祭りには提灯魔人という変な奴が来ている。提灯魔人、それが今回のボスかな。名前聞く限り提灯を使う敵っぽいな。この敵たちは何が目的なのか、今のところ全然わかんないね。今わかってるのはお江戸が一大事ってことぐらいだよな。徐々に謎が解けていくんだろうか。あ、おにぎりない。おにぎりが食べたいんだよー。お前前回から食い意地張りすぎなんだぜ。何の効果あるかわからんけど、全部買っておこう。落下物から身を守るのが傘、敵の攻撃から身を守るのが身のっぽいんだぜ。わらじは速度アップかな。ジャンプ力も上げるみたいだぜ。わ、なんだこいつ、走ってきた。やだーこいつら強い。3人で切りかかってくるなんて卑怯な奴らだぜ。ほんと痛い、やめてちょうだい。あー、ミノがあー。でも何ダメージかは防いでくれたから助かったんだぜ。なるべくならおにぎり使わずにボスまで行きたいなー。と言ってるそばから使ってしまうという。私のおにぎり返して。お、橋なんだぜ。幅が狭くてちょっと怖いなー。あ、こいつも小判投げてくる。結構厄介な敵なんだぜ。あいつには小判投げられる前に、小判投げた方がいいかもなんだぜ。あと1ダメージで死んじゃう、怖い。黄金の招き猫を見つけたら必ず取るんだよ。ライフをたくさん持てるようになるぞ。ただし、効き目はそのステージだけなんだけどね。黄金の招き猫か、まだ見てないんだぜ。ライフアップできるんだったら欲しいよね。敵倒すと低確率で出るのかな？ボスでかなり苦戦したら、それ出るまで粘るのも手かもなんだぜ。残機もライフももうないんだぜ。絶対絶命だー。お、ちょうどいいとこに旅館あるんだぜ。泊まっていこう。部屋にも種類あるのね。回復量が違うのかな？とりあえず竹ぐらいにしておくね。なんとも普通な部屋なんだぜ。松ならもっといい部屋に泊まれたのだろうか？ここボタン押さないと回復しないの気づかなかったんだぜ。結構長い間待ってたよね。よし回復したし、これで安心して旅ができる。できることならおにぎりとかも欲しいとこなんだぜ。このステージ店におにぎりないよねー。ショック。どんだけおにぎり好きなんだよ。日本の代表食はおにぎりでしょうが、おにぎりが食べたいんだなぁ。いつも言ってんな。今年の祭りのひょっとこたちは様子が変だ。人をさらったりして悪事を働いている。気をつけた方がいい。ただのお祭りに参加してるひょっとこではなかったんだね。悪事を働くようには見えないんだぜ。まあ道でただ踊ってるだけだもんね今のところ。トサドッグ襲いかかってくるのやめてもらっていいか？トサドッグって何なんだぜ。普通にトサ犬でいいだろ。犬はちゃんとリードに繋いでてほしいよ。近くに飼い主は見当たらないし野良犬かな？トサ犬の野良犬なんて聞いたことないよ。それにしても全く拠点エリアへたどり着かないんだぜ。どこら辺に向かえば着くのかもよくわかんないよね。ずっとうろうろしてるんだぜ。南の広場でひょっとこたちが踊っているよ。お、やったヒントもらったよ。これでなんとなくだけど場所がわかったな。
よし、南の広場ってところに向かってみようよ。じゃあ見つけるまでカットだぜ。お、ここがさっき町の人が言ってた広場みたいだね。ひょっとこが櫓の周りを踊ってらっしゃるんだぜ。ここを突破すれば拠点エリアに行くのかな？とりあえずひょっとこたちを倒してみるんだぜ。後ろ見づらくて倒しにくいな。ほら、あと2体ささっと倒すんだぜ。わかってるよ、マリサはせっかちだな。これでどうだ？待て、逃げるな。あとを追ってみるんだぜ。おっ、タヌキさん、こんにちは。拠点エリア突入みたいだな。よっしゃ、行くぜ。いきなりなんかいるよ。ガハワハワ、お前も小判猫の仲間だな。わしと勝負するぜよ。仲間じゃないんで勝負したくないです。猫がかわいそうだろ、ちゃんと助けてやれよ。わ、提灯いっぱいついてる。どうやらこいつが提灯魔人みたいだな。周りも提灯落とさないとダメージ入らないみたいだね。まったく、厄介な敵なんだぜ。とりあえず小判使って周りの提灯落としていこう。集団の提灯当てにくいんだぜ。なら接近戦でどうだ。よし、一個落とした。反対側もその調子で行こうぜ。よし、これで白は全部落としたぞ。次は赤提灯だな。あ、負けちゃった。何やってるんだぜ。あ、これまた巻きからか。じゃあ一旦カットしてボス戦から行くんだぜ。お金もさっきより貯めたし、ミノもある。これはいける。フラグじゃないことを祈るんだぜ。よっしゃ、こい、提灯魔人。武器もヨーヨーになったから接近戦でも攻撃距離が伸びたな。これは有利だ。ではサクッと白提灯落としますか。ヨーヨーあると楽でいいね。これ楽しい。霊夢、油断するなよ。調子乗ると痛い目合うんだから。こら、言ったことか。う、やっちゃった。次は慎重に行かねば。次はラストなんだから慎重にお願いするぜ。わかったよ、慎重に慎重に。とりあえず武器強化して金のキセルにしよう。無駄に小判使うと弾切れが怖いからな。うん、接近戦で行けるところはお金使わずに行くよ。反対側にも小判と武器強化あったはずなんだぜ。よし、ヨーヨーだ。これは心強い。あー、この羽攻撃ほんと怖い。提灯があるとこに乗ってるとダメージ受けるもんな。よしよし、着実に一歩ずつなんだぜ。油断せずに行こう。お前、手塚部長じゃないんだから。でも、油断すると痛い目見るから。手塚の精神は大事だと思うの。確かにその通りではあるけど。よし、あと一歩。白は全部行ったぞ。赤だ、落ち着いていこう。いける、私ならいける。いいぞいいぞ、着実に減ってきてるぞ。あー、火の玉怖いよー。こいつ、あと3個だぞ。お金は余裕がある、落ち着いていくんだぜ。うまく当てれないよー。落ち着け落ち着け、ゆっくりでいいんだぜ。ゆっくりしていってね。保険でいい。ラスト、おーおー。しっかり待って攻撃当てていこうぜ。集団乗れないんだよー。よし、あとは本体に攻撃当てるだけなんだぜ。ひたすら当てていけー。よし、ここで連射なんだぜ。お、おーおー、ようやっと倒せたよー。よくやったぞ、霊夢。上から来るぞ、ユーマ。カットリングはしないんだぜ。危ないとこをありがとなー。おいら小判猫、あんたを待ってたなー。オラたち忍者猫一族はお江戸の平和を守る隠密の仕事をしているなぁ。実はお江戸の殿様の大事な一人娘の雪姫様が神隠しにあってしまったなぁ。日本中を探して手がかりをつかんだなぁ。お面をつけた謎の集団が人さらいをしているそうだなぁ。奴らは謎の妖術で操られていて、オイラたちの使う化け術が効かないなぁ。おかげでこのありさまだなぁ。でも一つ情報をつかんだにゃ。淡路にいるオタフクタイが女の子をさらっているらしいにゃ。雪姫様はきっとそこだなぁ。
どうかオラたちの代わりに雪姫様を助け出してほしいな。どうやら次に向かうのは淡路みたいだな。姫様いるといいな。ロット個体を倒したゴエモンとエビスマルは女の子をさらうオタフク隊を懲らしめようと奴らのいる淡路島まで旅を続けることにした。今回も順調にクリアできたね。次もサクッとクリアしてエンディングに行こう。いやそんなに単純ではないと思うぜ。これから難しくなっていくと思うぜ。マジ怖いわ。だから油断せず慎重に行くんだぜ。お、じゃあまた次回。バイナラー。